鬼さんドワーという感じでですね、今日はですね、なんとびっくり、大量がたったの3つで作れちゃう水まんじゅうっていうのをね、やっとこうかなと思います。この水まんじゅうね、本当に水まんじゅうの元とか必要なくて、家庭にある材料、たった3つだけ、この3つだけで楽勝に作れちゃうんですよ。この上作り方も本当に簡単で、もうね、誰でもできますね。それなのに、つるんと美味しくて、暑い夏にはこの水まんじゅう最高に美味しいです。体も冷えてつるんと食べれて食べやすい。ね、喉に詰まらせる心配もない。これはですね、もう最高にね、もうつるん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 、もう食べすぎて、お腹の中が水ぶくれ。それはちょっとよくわからない。けれども、そんな感じですね、めちゃめちゃ美味しい水まんじゅう、早速作っていきたいと思います。じゃあですね、早速作っていこうかなと思います。まずはですね、片栗粉を 40g 測ります。うわぁ、ちょっと多すぎるとかそういうレベルではない。ちょっとこれはやりすぎですね。入れすぎ、20g 多いのはさすがにやりすぎですね。目ついてんのかって感じですね。はい、片栗粉を 40g 測ったら、砂糖 30g 測ります。はい、何をやってるんでしょうね、マジでね。ちょっとね、ちょっと、本当にね、ちょっとおかしいよ、これ。本当に。もうね、測るときはね、もう少し皆さん考えて測ってくださいね。こんな普通入りすぎることないですから。はい、30g ですね、30g。はい。ぴったり 30g 測りました。あ、ぴったり 30g です。はい、ではですね、砂糖 30g 測ったので、水を 400g 測ります。ほい、ほい、ほい。お、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 お。ここからが鬼門です。はあ、あ、よかった。ぴったり 400g です。はい、ぴったりですね。400g 測ったので、ではですね、これで一回ね、混ぜていきます。こう、砂糖と片栗粉が、こう、水に溶けるような感じで混ぜていきます。はい、こんな感じですね。綺麗に混ざりました。いい感じにね、溶けてますね。こう、ダマがない感じに溶ければ OK です。はい、そしたらですね、なんと必要なのはフライパンです。鍋じゃないんですね。まあ、フライパンで十分なので、フライパンを用意します。ここにさっきの生地をですね、流していきます。で、あとはですね、このフライパンを火にかけていきます。こうね、優しくね、かき混ぜてあげながら混ぜていきます。沸騰するまでね、こう軽く、こう撫でながら、こうね、混ぜていきましょう。はい、こんな感じで混ぜてるとですね、少しね、ダマができてきます。こんな感じでね、水まんじゅうの素みたいなものができてくるんですね。そしたら、ちょっとね、火力を弱めてあげましょう。お、粘りが出てきましたね。ほら、こんな感じでですね、ほら、粘りが出てくるんですよ。ビヨンビヨンな感じで。ビヨンビヨンな感じですね。で、ちょっとね、ポコポコするまで、これをね、さらに混ぜていきます。ほら、こんな感じでね、ポコポコしてますね。ポコポコ、ポコポコ、ポコポコ祭りですよ。ポコポコ祭りです。こんなポコポコ祭りになったら、あとは火を弱めて、OK です。はい。あとはですね、水まんじゅうを流すだけなんですけど、ここで登場するのが、このこしあんです。まあ、練りあんって書いてるけどね、これこしあんですね。で、このこしあんをですね、20g にちぎっておきます。あんこのちぎり方はですね、別に何でもいいんですけど、こう、持ち方はこう、手のひらに持って、親指と人差し指でこうやってね、つまむようにするとちぎりやすいですね。これ和菓子職人のちぎり方ですね。まあ、別にね、こんな感じでちぎらなくてもいいんですけど、和菓子職人はこんな感じでちぎっているんです。まあね、これをですね、だいたい1個 20g。まあ、少しのね、誤差なら全然いいんですけど、これをだいたい 20g ぐらいにね、ちぎって乗せていきます。そしたらですね、ここで登場するのが、この、なんとびっくり、雪見大福のカップなんです。びっくりですよね。雪見大福のカップ使うんかいみたいな。水まんじゅうのね、カップとか持ってる人は、水まんじゅうのカップ使ってもいいんですよ。でも、水まんじゅうのカップ持ってる人なんて、ぶっちゃけなかなかいないじゃないですか。まあ、なんでもいいんですけど、まあ、こういうのをね、今回はですね、使っていこうかなと思います。これね、たまたま家にあった雪見大福のカップ。これをね、代用しちゃいます。じゃあですね、さっき作った水まんじゅうの素に入れていきます。こうブリンブリンしてるので、ね、気をつけて。ちょっと入れます。よいしょ。で、こっちにも入れると。よいしょ。で、こんな感じでですね、生地の半分ぐらいまで流した、このこしあんをね、こうズボッと入れていきます。こうズボボボボッとね、入れちゃいましょう。つぼぼのぼと、つぼぼのぼですね。つぼぼのぼと。で、さらに、この水まんじゅうの素をですね、上にかぶせちゃうんです。よいしょ。よいしょ。で、さらにこっちにもかぶせると。どうですかこれ。見てください。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。もうあっという間に水まんじゅうが作れちゃいましたね。で、これをですね、あとは冷やして固めたら、水まんじゅうの完成なんです。めちゃめちゃ簡単で、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。っていうことでですね、あとは冷やし固めて、待っていきまーす。はい、いい感じにね、もう固まってますよ。ほら、触ってもね、ほら、ペト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 。いい感じに固まってますね。じゃあ、これ楽しみなんですけど、早速開けていきます。はい、ということで、めちゃめちゃ美味しそうな水まんじゅうできました。これはですね、プルンプルンですね。その上めちゃめちゃ早く速攻で作れちゃうからもう最高ですよね。ということでね、早速食べてみます。ほら、ほらほらほら。わかります?このプルンプルンぐらい。うわ、すっげー粘りですよ。プルプルで美味しい、これ。すごいね、もうプルンプルンです。プルンプルンで、めっちゃ口どけいいし、あんこの甘さがもうほんとにちょうどいいですね。この水まんじゅうとめちゃめちゃ合ってます。うまい。これは美味しい。もうね、暑い夏にはほんとにね、もうぴったりですよ。このプルンプルンで。もうね、もうつるんといけて、もう体も涼しむし、最高です、これ。はい、ということでですね、こんなめちゃめちゃ美味しい水まんじゅう作りました。これね、本当に美味しいです。もうね、プルンプルンしてて、もう最高ですね。でね、水まんじゅうね、こう、プルンってね、こう、ひっくり返して取ってたんですけど、取りづらい時もあるんですね。なので、その、流す時に、水に、カップにですね、ちょっと水を張って捨てて、そこに流した方が取りやすいですね。とか、こう、くっついてた場合は、ちょっとね、固まった時に水をちょっと入れて、脇にこう、水を、こう、ちょい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 とね、こう、隙間に入れさせてあげると、スコーンってね、簡単に取れちゃうんで、もしね、くっついた時は、そうやって外すといいですね。もしくはですね、別に取らなくて、そのままね、直接ね、このカップに入ったまま食べちゃうっていうのもありですね。ということでね、ぜひね、お試しください。このね、水まんじゅうめちゃめちゃ美味しかったです。ということで、和菓子お兄さん、実は、現役の和菓子職人なんです。ということでですね、こんな水まんじゅうとかですね、美味しいお菓子のレシピとかも作っちゃうんですね。なので、ね、興味のある方は、もう一個ね、別な動画を見てもらうなりしてみてください。他にもですね、ふくらいすずめ、あずきやどっていうね、和菓子屋さんもやっております。美味しいね、くずアイスバーだったり、生クリーム大福なんていうのもね、販売してるので、ぜひね、ご覧になるなり、検索するなりしてみてください。実際にね、お店も持ってるので、ぜひ興味がある方は、チェックです。ということでですね、次の動画も美味しいお菓子、楽しいお菓子、めちゃめちゃ美味しい、絶品レシピなんていうのもですね、ご紹介していくので、ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンもね、ぜひよろしくお願いします。ということで、